南大隅を愛する女性の会の大坪益子さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。私たちの町では前町長と数名の議員町議の人が最終処分場の話を聞こうという行動が起きたんですが、伊藤知事が反対して話はゼロになって断ち切れてしまったんです。ああよかった、安心したと思ってたら、今年4月の町長選挙で原発誘致、町長が書いた委任状というのが報道されました。これは大変なことだと思って一生懸命行動しないと、今声を上げてできる行動を起こさないと子どもたちのためにならないと思って、南大隅を愛する女性の会を立ち上げました。原発はいりません。原発が今止まっても最終処分場は必要なんです。今仙台原発も止まるように一生懸命ここの力を合わせてつなぎ合って阻止していきましょう。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。